毎日営業しているとそのあの釜は冷えないんですけど、あの月に1回なんで。去年の夏ですかね、3代目作るときは天井低くして、で断熱材を貼ったりして、2代目よりは良くはなりました。今度の9月で3年ですね。はい。常連さんと、あとはまあ Facebook、インスタで見られた方が、まああとは口コミで、ちょっとずつは増えてます。が、生地の管理ですね。その発酵、ピザ生地はもう水と小麦粉と塩と酵母だけなんですけど。それをまあ練って、発酵させるんですけど、まあ、6時間8時間咲いているので、その間うまくこう発酵するかとかいうのは温度とか湿度によって、全然変わってくるので、まあでも生地作りは一番難しいですね。ピザ作りの中では。